フランジャー級潜水艦はアメリカ海軍の潜水艦の艦級。本級は20世紀の初めに実験潜水艦として建造された。7隻は1911年11月17日に A 級潜水艦として A-1 から A-7 までの艦名が与えられ、1920年7月17日に対応する船体番号が与えられた。 本級は1921年までにすべて退役し、標的艦として使用された。収益1903年9月19日、退役1913年2月24日、1911年11月17日より、A、A-1 に、解消、名の由来は、潜水譜を表す、一般名詞。収益1903年1月12日、 体役1919年12月12日1911年11月17日より、A-2 に、解消、名の由来は、鎖蛇科に属する一部の毒蛇の通称。収益1九百三年五月十八日、体役百二十一年七月十五日九百十一年十一月十七日より、a 三に、解消、名の由来は、マイルカの社 収益1903年1月17日、退役1919年12月12日1911年11月17日より、A-4 に、解消。名の由来は、鎖蛇かアメリカマムシ属に属する毒蛇の総称。収益1九百三年五月十八日、退役百二十一年七月十五日九百十一年十一月十七日より、 A-5 に、解消、名の由来は、カワカマスカカアカマス族に属する、大型淡水制御の総称。収益1903年9月19日、退役1919年12月12日、1911年11月17日より、A、A-6 に、解消、名の由来は、クジラ目ネズミイルカカに属する、イルカの総称。 収益1903年9月19日、退役1919年12月12日、1911年11月17日より、A、A-7 に、解消、名の由来は、軟骨魚つなさめるの総称。ありがとうございます。